エルリングハウゼンの街並み。正面の丘の上の石像建造物は、この街の象徴的建造物、クムストトンネエルリングハウゼンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区、リッペ軍に属す市である。本市は、ビーレフェルト南東のトイトブルクの森の峠に、面している。人口約1万7000人のエルリングハウゼンは、 立ッペで7番目に大きな町である。エルリングハウゼングライダー飛行場はヨーロッパの2大グライダー飛行場の一つであり、考古学野外博物館と並んで本市を全国的に知らしめている。かつてリンネル産業やタバコ産業で栄えたエルリングハウゼンは現在ビーレフェルと近郊に位置することで利益を得ている。多くの通勤者がこの近くの大都市に通勤し、 ビーレフェルトの企業のいくつかはエルリングハウゼンに工場を建設している。現在の地域は1969年1月1日にエルリングハウゼン市とそれまで独立した町村であったリッパーライエ及びヘルプープが合併して成立した。現在の地域に最初の入植がなされたのは紀元前400年から50年までの間である。 文献上の最初の記録は1036年で、オーリンカソンと表記されている。エルリングハウゼン市は、ノルトライン・ベェストファーレン州東部の立ペ群西部に位置する。本市は、トイトブルクの森の山並みを越える峠に面しており、ビーレフェルトとデトモルトのほぼ中間に位置する。地域は、トイトブルクの森、エッゲ山地自然公園の中にある。中核宿は、 ベーレントルプ集落とともに、主にテンスベルク山の北斜面に広がっている。ジュートシュタットとリッパーラエ地区は、トイトブルクの森の南側に、ヘルプープ地区はその北側に位置している。山地自体は、ベーザー水系とエムス水系との分水界にあたる。テンスベルク山の沿道、クムストトンネは、エルリングハウゼンの象徴的建造物である。この山地のコチ名オズニングは、 神聖な森の尾根を意味していたが、ローマ時代の歴史記述者タキトゥスによって200年頃からトイトブルクの森を意味するようになった。市域内の最高地点は海抜334メートル。最低地点は市の北端にあたるヘルプープ地区のジークスバッハ川が流出する箇所で海抜約120メートルである。エルリングハウゼンの地熱分布トイトブルクの森の 両側に位置する立地条件のため、エルリングハウゼンは、著しい地質形態学的特徴を有している。極めて狭い範囲で、ロープ状に、中世代の粘は、砂岩、泥範イは、石灰岩が露呈している。地域の北東部は主にカラハイ島の石灰岩が主で、あり、南西部は、最後の氷期の氷が誘拐する際に、大量の砂が流され堆積することで形成された。 全熱系に属す。堆積層はオスニングのすりつぶされた砂岩でできており、多くの場所で厚さ60メートルを超える。内市街をオスニングの尾根が通っている。この長く伸びた山地は、北西から南東に伸びる3つの連山で構成される。中央の最も大きな尾根は白亜紀前期のオスニング砂岩からなり、南の尾根は白亜紀後期の中ロニア秋あるいはセノマニア秋に、 北の尾根は、揚げ畳み等あるいは唐廃等に形成された。地熱ゾンデによる、地熱源や熱ポンプによる、地熱採取については、北部は、おおむね、良好、南部は、例外なく、良好、尾根の部分は、大変良好な環境にある。グローセラントゲマインでに角くつけられる。この町は、面積32.7平方キロメートルである。地域の南北の幅は、 約7キロメートル東西の幅は約5キロメートルである。エルリングハウゼンは他の同じタイプの街と比べ森林占有率が約2倍と高い。これはトイトブルクの森に位置する立地によるものである。以下の表は2012年12月31日、現在の値である。エルリングハウゼンは西はビールフェルトのゼンレシュタット管区及び シュティークホルストカンク、北はレオポルツ平衛、東はラーゲ、南東はアウグストドルフ、南はシュロスホルテシュトゥーケンブロックと境を接している。エルリングハウゼン市の基本条例によれば、本市はエルリングハウゼン地区、ヘルプープ地区、リッパーライエ地区の3地区で構成されている。この他に他の地区と区別されて認識されている地域がある。以下の表に、 各地区の面積と人口を示す。エルリングハウゼンは中央ヨーロッパの温軒な気候区に属す。この町はアタイ西洋海洋性気候の地域に位置している。冬は大西洋の影響下でおおむね穏やかであり、夏はかなり暑くなる。年間平均気温はトイトブルクの森の中と両側では、その地理的環境によって大きく異なっている。 連山の麓にあたる北と南では年平均摂氏8度から摂氏9度であるが、尾根の上の高所ではこれよりも摂氏2度ほど低い。また、値西洋海洋性気候の立地であることから、1年を通して湿潤な気候であり、年間を通して平均的に降水がある。トイトブルクの森の降水観測所による、エルリングハウゼンの年間総降水量の 長期平均値は1 0 2 6ト、mm、ルである。これはドイツ全体の平均値よりもかなり多い。地名エルリングハウゼンはキリスト教徒の入植以前に成立した。イングという語は不敬を伝える語形である。語感の R は男の名前でその後継者をアーリングと呼んだのである。アーリンハウゼンはもともとアーリングたちが定住した集落であった。 アールという名前と英語のアールとの間に語源学上関係があるという説を受け入れるには言語学的な基礎研究が欠けている。アーリンハウゼンという名前は最初の音節にアクセントが置かれており多くの外来語のような第三音節にアクセントはない。エルリングハウゼン考古学野外博物館に復元されたテンスベルクトリデの城壁エルリングハウゼン近郊の連山と峠は すでに古代から軍事戦略上重要な地点であった。市内の発掘により明白な入植地跡がエルリングハウゼンの故郷の山であるテンスベルクで発見された。旧敵器時代の高地上塞であるテンスベルク砦が発掘されたのである。このヒルホートはカロリング町に改築された。斜面の深くに位置する水源が水供給を確保するために砦に取り込まれていた。 放射性炭素年代測定によれば、最初の集落は、紀元前400年から50年までの間に建設され、紀元後750年から1000年になるまで使われていた。1939年に発掘されていた石板墓付近に対する2010年からの新たな発掘されたトンボ玉は700年から750年頃のものと同定された。 エルリングハウゼン野外博物館のリーダーであるカール・ヴァング・ハルトによればここはリッペの中世初期に明らかなルーツを持つ最も古く重要な入植地であった。エルリングハウゼンは1036年5月25日のブスドルフ文書に近くに位置するバルクハウゼン農場のオーリンカ村文農場として初めて記録されている。パーダーボルン司教マインベルクは オーリンカソ村分農場とメギン朱泉分農場の10分の一勢を彼が創設したブスドルフ聖堂三次会に収めるべしとの命令をこの文書で発している。この村落で最初の建造物はおそらくオスニングを越える峠道を守るための城塞であったと推測される。現在もブルクハーゲンという地名が残っており紛れもなくこの城塞があった場所であることを示している。 パーダーボルン司教がいつ立派の領主権を異常したのかは議論が分かれている。しかし、12世紀後半のベルンハルト2世がかつてのパーダーボルン司教の後継を保持しているものとして行動していることは確かである。ベルンハルト2世は1177年からエルリングハウゼンの北西3キロメートルの場所あるレーベンベルク城を獲得して防御を固めた。 ラーフェンスベルク・ハクヘルマンとの衝突に備える行動であった。エーバーシュタインのフェーデの間エルリングハウゼンは他の立憲領と同様にブラウンシュバイク公の軍隊に占領され一部は廃墟と化した。1409年から被害リストが作成されその中で盗み放火の脅迫その他の暴行が語られている。特に立憲と ラーフェンスベルクとの境界地域の被害が大きかった。リートベルクのフェーデでは、リートベルク博予犯が立ッペの飛び地であったリッペローデを奇襲したと伝えられている。リートベルク氏を包囲した、リッペ領主家、ベルンハルト八世の反撃は、最終的には、有利飛行に屈服した。13世紀には、アレクサンダー境界周辺にエルリングハウゼンの中核部が建設された。 この教会は1201年に記録され、1225年の文書はエルリングハウゼンが助裁長の所在地であったことを証明している。1500年頃、テンスベルクの人座と離れたなだらかな尾根にアントニュース礼拝堂が建設された。その遺跡はかつての防衛施設の東側にあり、山にその名を残している。宗教改革の少し前、エルリングハウゼンは パーダーボルン市教区最大の教会区であった。さらにエルリングハウゼンは、白の行政上の役所である、大館所の所在地であった。この教会と大館所、さらに、峠沿いの明けた立地は、この村が急速に発展することに寄与した。家事や馬車職人、商売人、居酒屋がこの村に住み着いた。村には、都市とは異なり、敵や侵入者から守るための私癖を有していない。 石壁で囲うのではなく、シュリングを設けた。これは幅60メートルほどの棘のある木や、熊市での木で一気垣を設け、狭い小径だけがその中を通るようにしたものである。後に、この種の防衛施設は、ラントベールという概念で総称されるようになった。エルリングハウゼンでは、メスドールシュリングが、メインストリートのマルクト通りを遮っており、夜間は、遮断棒で守られていた。 遮断棒を管理する権限を持つ住民は、シュリングヒューターと呼ばれた。槍や矛で武装した二人の男性が通りをパトロールする夜景が、19世紀になるまでエルリングハウゼンの住民には義務付けられていた。30年戦争の最初の影響がエルリングハウゼンに及んだのは1622年末であった。カトリックの帝国盗賊たちが同盟に基づき立兵 国境付近で徴兵を行ったのである。翌年の夏、騎兵の一部隊がエルリングハウゼンを吸収し、略奪を行い、村を荒廃させた。住民の救援要請を立兵で e でると白ジーモン七世は、無視した。エルリングハウゼンの住民は、その後何度も、兵士の宿営に苦しめられた。1633年、スウェーデン王陛下の50機の騎馬隊がエルリングハウゼン。 村を襲った。住民は貴重品を教会に運び込んだ。プロテスタントのスウェーデン軍は教会に危害を加えないだろうと信頼したのである。これは悲劇的にも完全な誤解であった。兵士たちは価値があると思われるものをすべて奪い去った。恐ろしい戦争の後、帝国が失った影響力を埋め合わせるように地域支配者の権力が増大した。 フランス王イ14世がそのモデルとなり、熱心な模倣者を生んだ。立 p p 領主化においても、絶対君主制が発達し、フリードリヒアドルフの知性に、ピークとなった。庭園や豪華な建築物が贅沢に拡充された。これらの建造物は当時注目を集めたが、両方財政に壊滅的な影響を及ぼした。責任者は常に新しい手を考え出しては、 住民の金で国庫を満たし、今日では想像もできない方法で市民の私生活を侵害していた。例えば、コーヒーを焙煎したり飲んだりすると、さらには、葬儀や埋葬の際に黒い服を着ただけで罰金を課された。施行されている法律の違反者を告発すると、告発者の罰金の1、3が免除されるため、密告が横行した。7年戦争後、 両方全土がそうであったように、エルリングハウゼンの人口は増加した。1775年から1824年までの間に人口は775人から1430人にまで増加した。1774年にエルリングハウゼンを経由して、ビーレフェルトとデトモルトとを結ぶ郵便馬車の路線が帝国郵便省によって整備され、宿駅が設けられた。 立平では1684年から一定の修学を義務付ける制度が設けられていたが、多く親は家畜版や野良仕事に必要な子供を学校に行かせることはほとんどなかった。1722年の命令は田舎に住む趣向業者に学校教育を与えるよう指示している。難しい言葉を正しくゆっくりと読み、一般に知られている賛美歌をきちんと歌える。 要理解できるようになったものは教育に適したものであるがそうでないものは当の無知を受けた。啓蒙時代の立平の学校制度はその初等教育制度が模範として広く知られていた。エルリングハウゼンでは学校教育制度の発展は牧師のゲオルク・コンラート・フォンケルンの名と結びついている。彼は素朴な人々に対する より良い教育は国家にとって利益になると考えたので、ある。党の無知は、規律正しい生活の証のために容認されるとした。彼の弟アウグスト・フォンケルンは、彼の職を引き継ぎ、その活動を継承した。アウグストは1797年に、カンクソー監督として、リッペ・ハクヒッパウリーネによって、デトモルトに呼び寄せられ、この町ではすぐにエルリングハウゼンの教育方法が、 継承された1848年3月、25人ほどの若い手工業職人がシュプレヒコールを挙げて、エルリングハウゼンを練り歩き、数人の市民が攻撃された。その結果、エルリングハウゼンの治安を回復するために、旧兵役経験者が招集されたが、3月24日に、数千に膨れ上がったボートに歯が立たなかった。ボートは、ニーダーバルクハウゼン農場を荒らし回り、 松園漁師とその息子を誘拐し、エルリングハウゼンを外線行進した。その翌日、デトモルト軍の一部隊が出動し、首謀者を逮捕し、格子の中に拘束された。こうして、エルリングハウゼン革命は1848年3月24日に、エルリングハウゼンの住民は、山の斜面という不利な立地であることから使える土地が、ほとんどなく、はじめは主に甘栽培と、 リンネル織で生計を立てなければならなかった。当時、アムトエルディングハウゼンにはおよそ300台の食器があった。この地の織物は特に常盆で漂白されたリンネル生地として有名で、行商人によって全ドイツや近隣諸国で販売された。来年ホップサーは何ヶ月も旅を続けることもしばしばであった。テオリリンネルの最盛期は1825年頃に一旦終焉した。 イギリスから機械織の布地がドイツに持ち込まれたのである。エルリングハウゼンの手織り記事は、当初はその高い品質により競争力を保持し続けたが、やがて注文がなくなり、多くの織物職人の家族は、飢えや貧困に苦しめられ、さらにチフスが流行した。こうしたリンネル織産業の危機によりエルリングハウゼンの人口は、1710人から1510人に減少した。 多くの家族がアメリカ合衆国へ移住していった。その後ビーレフェルトのカールダーフィートベーバーにより、エルリングハウゼンのリンネル織は新たな流星期を迎えた。手織りのリンネルはイギリス機械織製品の8倍の価格であったが、その優れた品質により顧客を満足させられることを商人が理解したのであった。1904年に大規模な機械織工場が設立され、 エルリングハウゼンとその近隣から約1000人が職に就いた。主要産業のリンネル産業の他に、タバコ製造業にも言及する必要がある。1870年頃、エルリングハウゼンのデトモルダー通りに4つのタバコ工場があり、120人の労働者が働いていた。エルリングハウゼンにおける社会民主主義の方がは、1861年には、 すでに一つの統合されていたタバコ製造労働者の組織を起源とする。エルリングハウゼンが社会民主主義運動の火種となることを官長は心配し、セトマールの役人を対応に当たらせた。1926年、数十年に及ぶ努力の末、エルリングハウゼンは立ッペ自由主義会から都市権を授けられた。エルリングハウゼンでは、 NSTP は1930年以前には全く重要な存在でなく、その後もこの街は国家社会主義者からは赤い要塞とみなされていた。1933年1月15日の立憲、衆議会選挙前に NSTP は他の党に大きく量がされていた立憲でプロパガンダ活動を行った。選挙運動の終盤には、 ヒトラーだけでも10日間で16回も立 p で演説を行った。この結果、選挙では NSTP はエルリングハウゼンを除く立 p 全土で多数を占めた。ただ、エルリングハウゼンではスピード1014票、NSTP751 票という結果であった。その後、エルリングハウゼンでは国家社会主義的なゲルマンカルトが流行した。首相者は ヘルマン・ディークマンであった。1920年代にはすでに発掘が行われたが、学問的な評価はなされなかった。しかし、ナチ党の権力掌握後、州政府によってディークマンへの援助がなされ、彼は校長と市議会議員に任命された。その戦死時代研究は、ゲルマン人を申請するために利用された。これに、ゲルマン人と国家主義者との同意志が並行してなされた。 本史の900年祭の式典は彼の式に委ねられた。1936年の10日間に及ぶ900年祭は国家社会主義者の祝祭の典型的な例であった。この祭典のために特別に書かれた演劇作品ザクセンの指導者エルルバルクが毎日上演されエルリングハウゼンから放送された。市内を練り歩くパレードに2万5千人以上が訪れた。また、 大臣や国家地方長官が出席し、1万5000人以上の前で政治集会が行われた。この祝祭行事とそのための組織化された準備は国家社会主義思想を民衆に定着させた。1933年、エルリング、医師と商人及びその家族であった。いくつかの家族は数世紀前からここに住み着いていた。 1938年の排斥運動の時点で、すでに多くのユダヤ系、エルリングハウゼン住民はこの地を離れており、シナゴーグはユダヤ教会の所有ではなくなっていた。理由は不明だが、水晶の夜にエルリングハウゼンでは暴力事件は起こらなかった。その翌日の夜になって、NSTP の地区グループ指導者と突撃隊隊員がヘルツ家のオフィスやシナゴーグへ向かった。 彼らの意図した破壊は阻止された。その建物はすでに死のものであったからである。しかし、ダビデの星が掲げられた塔は翌日に解体された。残ったユダヤ系住民はリガやミンスクに送置され、そこで死亡した。1941年末にはこの町にユダヤ系住民は存在しなかった。エルリングハウゼンは第二次世界大戦終戦直前まで。 何度かの低空飛行による攻撃を除き、直接的な戦闘行為を免れていた。1944年12月、アルデンヌ攻防戦に伴い、トゥープジ52送、SO、機がエルリングハウゼンの飛行場から発進した。1945年2月には、イギリス軍の戦闘機がテンスベルクに墜落した。戦闘は1945年春に行われた。 1945年4月1日の復活祭の日曜日、アメリカ軍が南からこの町に近づき、アメリカ軍第二機構師団はシュロスホルテやリッパーライへの占領を抵抗されることなく成し遂げた。しかしエルリングハウゼンでは、あるドイツ国防軍中尉がヒトラーユーゲンとの一軍と共に、アメリカ軍の進軍を足止めした。アメリカ軍は砲撃部隊を 現在のジュートシュタットのふもと、レンスベルクの南2から4キロメートルに配置した。18時頃、最初の砲撃がなされ、数軒の家屋が炎に包まれた。内市街付近は炎上し、家から家へ激しい戦闘が4月3日まで続いた。75人のドイツ兵、20人のアメリカ兵、5人のエルリングハウゼン市民が死亡した。19時30分頃、再現なく続く。 アメリカ軍の戦車の隊列がベルクシュタットにローラーをかけるように進んでいったと目撃者は証言している。エルリングハウゼン周辺の戦闘による犠牲者は1945年4月9日に埋葬された。1966年のジュートシュタット1933年に離職したアウグストロイターは1945年4月7日に市長に再選された。 その後数年、絶え間ない人口流入により、新たな居住地の建設が速やかに必要となった。それまで使われていなかったベルクシュタットに新たな住宅地が求められた。1958年に市議会は住とシュタットの建設を決議し、1960年代から住宅建設が始まった。1961年から1968年の 間にエルリングハウゼンの人口は約1800人増加したが、これは主に、ジュートシュタットに転入した市民によるものであった。1964年、ジュートシュタットに322個の住居複合体が設けられ、ビールフェルトに駐屯するイギリス軍兵士の家族が入居した。同時に、ハーネーケに、イギリス陸軍ライン軍団の司令官向けに、多くの住宅が建設された。 イギリス軍兵士は1995年7月にこの居住地を引き払い、ディーター・コンレ不動産グループによって、コンレ住宅地と名付けられた。その住居には、ドイツ・ロシア系強制移住者や様々な国からの移民が住むようになった。その多くは、社会的立場の弱い、子沢山さんの家族であった。所属する国や地域の異なる人々が混じり合っていることで、 しばしば衝突が起きたり、動揺が増幅したりした。ンレ住宅地を社会問題とみなすかどうかという問いは、政党間で議論となった。人々は、若年層の交流を奨励し、民族ごとの月頭形成の危機を回避しようと努めた。アオ・クライス・フェア・バントリッペ、e ・ EV は2000年に、公開青少年活動プロジェクトを設け、住宅地内に、青少年の交流所を設けた。 1841年、リッペのラントゲマインデオートヌングにより、数軒ずつの農場が統合され、村が形成された。荒れ地に、ゼンネという名前の村が形成されたが、1927年に、リッパーライへと改名された。1957年4月1日、それまで独立した町村であったベーレントルプ、マッケンブルーフ、およびベレントルプの一部からヘルプープが形成された。 ノルトベストファーレン州の地域再編に伴い、エルリングハウゼン市とリッパーライエ及びヘルプープは1969年1月1日、デム号法に従って合併し、新たな都市エルリングハウゼン市が成立した。ヘルプープは、この統合に合意したのだが、リッパーライエは、強い抵抗を示した。リッパーライエで行われた、住民投票では、90%以上の住民が、 統合計画に反対した。最終的に、リッパーライエは、合併反対を、ミュンスターのノルトベストファー練習州憲法裁判所に、訴えた。ここで彼らは、ビーレフェルトへの合併に抵抗していたゼンレシュタットと、共に独立した町村を形成することを目指した。この裁判では、ゼンレシュタットの建築家で、都市計画家のハンスベルンハルト代表がリッパーライエの、鑑定人を務めた。 立 p p 協約草案により、立 p 州は、ノルトライン・ベェストファーレン州に参加することが規定されており、立 p においては緊密な行政共同体の維持を計画しているとして、この訴訟は却下された。福音主義改革派教区協会、アレクサンダー教会キリスト教組織、エルリングハウゼンは、立 p 西部で最も古い教区所在地であると、みなされている。 9世紀初めにはすでに最初の教会が建設されていたという点で歴史家の見解は一致している。リッペの両方議会は1538年に新しいルター派の教会法を制定した。エルリングハウゼンは1540年に新しい教会法が採用した。しかし古くからの聖職者が現役で残っており、当初は礼拝に変化がなかった。 エルリングハウゼンでは1607年に改革派の協議がルフし、シュトゥーケンブロックの住民がエルリングハウゼンの礼拝に参列することはパーダーボルンの司教領主ディートリヒホン・フィルステンベルクによって禁止された。福音主義改革派協会は1955年時点で全人口の約85%にあたる5700人の信者を要していた。 1514年に建設された旧市街のアレクサンダー教会。1973年に公開されたジュートシュタットのディートリ・ヒボンヘッファーハウス。1962年に建設されたリッパーライエの教会。1908年に建造されたヘルプープの教会がエルリングハウゼンの福音主義教会に属している。いずれの教会もドイツ福音主義教会、リッペ地方教会に属す。 宗教改革後、約300年間、エルリングハウゼンには、カトリック信者はいなかった。第一次世界大戦後、この町に数人のカトリックの家族が再び住み始め、1923年に、シュタインブルーフ通りに、アントニウス礼拝堂が建設された。最初の聖職者は、キリアン・キルヒホーフ神父であったが、1944年に、国家社会主義者によって罷免された。 第二次世界大戦中にルール地方やラインラントから何百人ものカトリック系の避難民がエルリングハウゼンに流入し、本市に移住した多くのカトリック難民が1946年に、組織したカトリック教会の加盟者は1952年には1100人まで増加した。なすすべもなくアントニュース礼拝堂が倒壊したことは、マルクト通りの聖ミヒャイル教会新設への熱意を、 呼び起こした。この教会は1955年に剣道された。現在カトリックのセーミヒャエル教会組織は、エルリングハウゼンの地域とレオポルツ兵への長域を管轄している。この教会組織は、約2700人の信者を要しており、パーダーボルンヒロツカサ教区ビーレフェルトリッペ、主席司祭区に属している。この他のエルリングハウゼンのキリスト教会としては、メノジーモンスベークの メノナイトがある。その信者の多くは独立国家共同体から移住したロシア系ドイツ人からなっている。また、ヘルプープ地区にもう一つのメノナイト兄弟団がある。さらにアドベンティストや新首と派教会の教会組織もある。エルリングハウゼンの旧シナゴーグユダヤ教組織、国家社会主義者による迫害以前、エルリングハウゼンには小さなユダヤ教組織があった。 良好な状態で保存されているシナゴームやテンスベルクの斜面にある小さなユダヤ人墓地がそれを証明している。世紀の変わり目頃からこの町には何組かのユダヤ人家族が住んでいた。例えば、1930年代に創業300年を祝った職府商人のジークフリート・ボルンハイムもその一人であるが、彼は1938年8月に娘やその婿と共に ハンガリーに移住した。戦後、今日に至るまでユダヤ教組織は形成されていない。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが学生に対する所属宗教団体の調査である。2006-2007年現在、学生の61.2%が福音主義、15.4%がカトリック、3.0%がイスラム教に所属した。 6.6%がその他の宗教団体に所属し、無宗教は13.9%であった。中世のエルリングハウゼンの人口はおそらく500人を超えなかった。宗全体がそうであるように、7年戦争後になってやっと人口が増加した。1775年から1824年までの間に人口は775人から1430人に増加した。 1850年頃にリンネル産業の危機が訪れ、エルリングハウゼンの人口は1710人から1510人にまで減少した。多くの家族がアメリカ合衆国に移住した。第二次世界大戦後、多くの避難民や旧ドイツ東部領土から放逐された人々がエルリングハウゼンに流入し、1949年から1960年までの11年間に、 エルリングハウゼンに632個の新しい住宅が建設された。人口は約1300人増加し、ジートシュタットにはさらに1800人が新しい家を持った。市町村合併直前のエルリングハウゼンの人口は7580人であった。以下の表に各時点での地域におけるエルリングハウゼン市の人口を示す。地域の変化は 1969年1月1日に本州とヘルプープ及びリッパーライエットの合併によりなされた。1970年までと1987年の人口は国勢調査によるもので、1975年からの数値は州統計局の公的な統計値である。1975年、1980年、1985年の数値は、 人口調査の値、1990年以降は1987年の国勢調査の結果に基づく推定値である。エルリングハウゼンの人口水各時点の地域における、エルリングハウゼンの人口現在の地域における人口、エルリングハウゼン市長者エルリングハウゼンの市議会は38議席からなる。さらにこれに議長として市長が加わる。 この新しい市の初代市長には1926年に自由主義保守系のアウグストロイターが就任した。彼は1933年に国家社会主義者によって公職を追われた。後任は NSTP のフリードリ・ヒメラーが1945年まで務めた。戦後、1946年にドイツ社会民主党のハインリヒクラーマーに 交代するまでの短期間ではあるが、アウグストロイターが市長に復職した。ハインリヒクラーマーは長年にわたり市長を務めて多大な功績を残した。すなわち破壊された家屋を復興し、ここに何百人もの難民や非法畜民を収容した。市長村合併前最後の市長は、ハインリヒシルトマンで1965年1969年まで市長を務めた。 注目すべきは合併後最初の選挙における FDP の大きな躍進である。この選挙で FDP は第二勢力となり、セティの支援により、コンラート・ドレックス・ハーゲが拡張された市の初代市長に就任した。1975年にスピードが再び市議会で多数派を脱回し、エイリー・ヒディーク・ホーフが市長となり、9年間この職に就いた。その後、市長職は、 ホルスト・シュタイン・キューラー、マルティン・ウェーバーと引き継がれた。2014年現在の市長は、ウルズラ・ヘルボルトで1999年から、この職を務めている。それ以前は、シュタット・ディレクトリンを務めていた。彼女は、無所属であるが、1999年と2004年の選挙で候補者を擁立しなかったセディの講演を受けた。現在の市長ディルクベッカーは、 2015年からこの職にある。都市圏取得後の市長は以下の通りである。衆議会議員選挙は第97選挙区。連邦議会議員選挙は第136選挙区に属している。図柄赤字に銀色のグライダー。紋章の基部には金色の三部の山。その中に金色のしべと金色の額を持つ赤い五弁のバラ。様式化された。 飛行機は、この町における、グライダーの重要な役割を示している。三分の山は、三つの地区からなることを象徴しており、立派のバラは、立派軍群に属することを意味している。旧アムとエルリングハウゼンの紋章原稿の紋章は1978年以降使用されているもので、それ以前は、都市圏を授与された最1926年に、作成された紋章が使われていた。 古い紋章のデザインは以下の通り、左右に分割。向かって、左は白地に立派のバラ。向かって、右はさらに上下に分割。上部は、黄色と赤で上下に塗り分けられた地色の上に、モミの木が描かれている。下部は、やはり黄色と赤で上下に塗り分けられた地色の上に、クムスとトンネが描かれている。バラは、立派に所属することを象徴している。モミの木は、 この町の周辺が夏の避暑地であることの象徴として紋章に組み込まれた。クンストトンネは死の象徴的建造物として採用された。かつての紋章は現在も存在しているが、白と黄色が隣り合っているのは紋章学上の配色規則に反しているとして以前から批判を受けている。さらに本市には上りと旗が規定されている。上りは 長軸と平行に黄色白赤に塗り分けられており、上部中央に死の紋章が描かれている。旗は長軸と平行に黄色白赤に塗り分けられており、旗竿より中央に死の紋章が描かれている。エルリングハウゼンの施設団は、毎年ビレレナンシーのワイン祭りを訪問しており、フランス側の施設団はエルリングハウゼンの射撃祭を訪れている。エルリングハウゼンでは、 1976年から著名な劇団やオーケストラの客演が行われる市の催しが行われている。演劇上演や音楽演奏会はニクラスルーマンイコールギムナジウムの行動で開催される。さらにシーズン中は劇場バスが月に一度デトモルト州立劇場まで運行されている。ビーレフェルト市立劇場は公共交通の便が良いが、 自治劇場バスが運行される。考古学野外博物館の復元された、石器時代のちょうど考古学野外博物館は、全国的に有名で、約1.5ヘクタールの敷地に、石器時代から中世初期の家屋までが復元され、巡回して見学できる。復刻品種改良された中世の野生豚も魅力である。博物館の企画は、子供や若者に重点を置いている。 ガイドの他に、学校団体客のための博物館教育プログラムがあり、手工業コースやバイキングの日などの大掛かりなイベントもある。本誌の音楽団としては、2つの福音主義、教会合唱団、2つの合唱団、2つのブラスアンサンブルがある。この他の音楽グループには、空港合唱団やエルリングハウゼン、消防団音楽隊がある。さらに2校の音楽学校、 エルリングハウゼン音楽クラブ、民営エルリー音楽学校がある。エルリングハウゼン青年文化センターは、定期的にロック、パンク、ハードロックのコンサートを開催している。過去40年間に、このイベントには、国内外の、数多くの音楽グループが出演している。例えば、フューリー・イン・ザ・スローター・ハウス、トリオ、ハンスエー・エプラスとジュピター・ジョーンズ、エイガトローニック、 ドリッテウワール、マセラティ、クララルザーなどである。クムストトンネ福音主義改革派教区協会、またはアレクサンダー教会は、ピュンフアハテルシュルス構造3軒のハレンキルヘである。現在の建物は、火災で大きな被害を受けた後、1511年から1514年に建設された。13世紀前半に建設された先代の建物は、側廊の壁や、 斎藤の一部に残されている。テンスベルク通り4番地のエルリングハウゼンのシナゴー群は19世紀末のどっしりとした不壁柱で構成された石像建築である。この建物はこの場所に建てられた3代目の建築であると推測されている。かつてのユダヤ教の街道は1938年の水晶の夜以前に ユダヤ教団から売却されており、ほぼオリジナルの形のまま残されている、オストベストファーレン・リッペ地方で数少ないシナゴーグの一つである。この旧シナゴーグは現在、エルリングハウゼン芸術協会によって、同時代の絵画や、創像の展示場として利用されている。旧ユダヤ人墓地は、17世紀末からユダヤ人コミュニティによって、墓所として利用されていた。この墓地は、 シナゴーグからわずか数メートルだけテンソベルクを登った場所にある。墓地へは石の門を通って入る。そこは17世紀から比較的大きな規模であったユダヤ人コミュニティの安息所として利用されていた。キズタで覆われ、風化した墓石にはエルリングハウゼンに住んだ昔のユダヤ人家族の名前がヘブライ文字で刻まれている。クムストトンネは風車の基部で、 テンスベルクの上334メートルに立ち、遠くからも見られるエルリングハウゼンの象徴的建造物である。この風車は1751年に建設され、19世紀半ばに嵐によって羽根が破壊された。これ以後、その状態でテンスベルクに残されており、かつてのエルリングハウゼンの紋章にも描かれていた。旧年礼拝堂はテンスベルクの尾根、 遊歩道英語の近くにある。中世のザール教会である。紀元前4世紀と推定される、戦死時代の環状土塁の内部にある、この礼拝堂跡は、外壁の一部だけが残されている。この礼拝堂の役割や建築年代は分かっていない。デトモルト通り21番地のリヒャルト・ミューラー亭は、1913、1914、2、 フランクフルトの建築家ヘルマンエイ・コップフによって建設された。この3階建ての建築はモザイクで装飾された階段状の布壁柱で構成されている。この建物はリフォーム様式に分類されるが基本的な特性は新古典主義様式の傾向を帯びている。グーツパルク・ニーダー・バルクハウゼンの池広さ約1ヘクタールのよく手入れされた歴史庭園。 グーツパルクメンクハウゼンは一般に公開されていない。1900年に二つの池が設けられ、数多くのシャクナゲの他に、メタセコや、モクレン、アメリカオウモミなどの特色ある植物が植えられている。やがて老朽化した園庭の他に、石像のポンプ小屋や、園内の橋が設けられた。20世紀になるといくつかの素像も設置された。ベーバーパルクは、 約2ヘクタールの広さがある。この庭園は、私有地である。この庭園は、工場主カールダーフィートベイバーの辞書の一部で、1850年から工場主帝に隣接している。地域には、一部がかかっているものも含めて、全部で7つの自然保護区がある。特に、 リッペ群で2番目に広い自然保護区である広さ23平方キロメートルのエストリヒャートイトブルガーバルトの一部がエルリングハウゼンにかかっている。最大のスポーツクラブは TSV エルリングハウゼンで、サッカー、ハンドボール、バスケットボール、バレーボール、陸上競技、機械体操、テニス、柔術、都市体操、ダンスの部門がある。この他のクラブとしては、 トゥースリッパーラインへトゥースヘルプープがある。これらのクラブは4つの運動場、7つの体育館を使って活動している。ユニークなスポーツ種目もある。例えば、LG エルリングハウゼン、DLRG エルリングハウゼン、ゼーギルフルークフェラインエルリングハウゼン、TC アクアティカ EV である。エルリングハウゼン飛行場の航空写真グライダー飛行場、エルリングハウゼングライダー飛行場は、 市の中心部から約3キロメートル南に位置している。年間約2万5000回の離着陸数はグライダー飛行場の発着数として世界最高レベルにある。フルークプラッツゲマインで EV が所有する飛行場の面積は約65ヘクタールである。エルリングハウゼン飛行場はフライトシーズンには人気のフライト目的となる。飛行場に面した 国際滑空学校では、飛行士養成教育や飛行士継続教育といった、教育過程が実施されている。グライダーの他に、モーターグライダー、超軽量動力機、ラジコンも蛍光空気、ハンググライダー、パラグライダー、熱気球も、この飛行場から離陸している。ヘルマンスレースヘルマン記念碑からビーレフェルトまで、約 31km のヘルマンレースは、テンソベルクを越え、 エルリングハウゼン内市街を通るコースで行われる。これに合わせて市内のコース沿いで市民祭が行われ、多くの観客が喝采でランナーを後押しする。毎年4月の最終日曜日に7000人以上の選手が山を越え、トイトブルクの森の尾根ツタの象形を通る厳しいコースに挑む。射撃祭7月の第1週末にエルリングハウゼンの伝統的な射撃祭が開催される。 エルリングハウザー出前ゲゼルシャフト本1590はオストベストファーレンリッペで最も古い射撃協会で、はじめは敵の攻撃や無法者から住民を守ることを任務としていた。毎年の射撃祭はシュタインビュルトの射撃広場で開催され、3日間にわたって祝祭が行われる。クリスマスマーケット内市街で第2アドベントの週末に開催される。 クリスマスマーケットは広く知られている。主催者は交通、美化協会である。商業的な出店者のほかに地元の事業家、サークル、学校、その他のグループが屋台や展示スペースを設けている。収益の一部はエルリングハウゼンでの社会公益的な目的のために寄付される。エルリングハウゼン駅鉄道とバスエルリングハウゼン市内にはヘルプープックに 鉄道 RB73、デアリッパーレンダー号の停車駅がある。しかし本市にとって、より重要な駅は、隣接するレオポルツ平野アーゼミス線地区にある。この、エルリングハウゼン駅と呼ばれる、ベルクタール鉄道の古い駅は、バス路線39号線の終点である。この駅には、平日は1時間ごと、日曜日は2時間ごとに RE82、 デアラインベヴーバー号でトモルトラーゲ・ビーレフェルト、および RB73 号レム号ラーゲ、ビーレフェルトの列車が運行している。RE82 号の旅客鉄道は、ノルトベストバーンが、RB73 号は、オイロバーンが、ボンバルディア・タレント型のディーゼル列車を用いて運行している。旅客道路交通では、ビーレフェルト、ラーゲ、シュトゥーケンブロック、バーとザルツーフレーン行きのバス路線がある。 いずれの旅客交通も、デアゼクサ地域連盟に属しており、NRW 運賃が適用される。道路、エルリングハウゼンは、アウトバーン A2 号線から約 8km、A33 号線から約 6km の距離にある。1998年に、バイパス道路として、トンネルを通る道路が建設された。この道路は、 長さ492メートルのトンネルを通って、中心街の西に位置するメンクハウザーベルクを抜けて、中心街の交通量を軽減している。航空、エルリングハウゼン特殊飛行場は、主にグライダーが利用している。交通飛行場とは異なり、この特殊飛行場は出資者だけが利用できるが、第三者も要請によって離着陸できる。最寄りの国際空港は、パーダーボルン。 リップシュタット空港であり、アウトバーン A33 号線でアクセスできる。リッペ軍の地方紙として、リッピシェランデスイコールツイトングとエルリングハウゼンに特化したノイエベストフェリシェの地方版が刊行されている。リッピシェルントシャウは2004年末に廃刊となった。無料紙のリッペアクトゥエルは週に2回配布されている。同じく週2回のリズムで交通。 自家協会のミッドタイルングスブラッドフュアヘルプープが刊行されている。初期にはエルリングハウザーマイレのタイトルで刊行されていたトイトブルガーマイレは月間のフリーペーパーである。エルリングハウザーアンザイガーは週刊の死の無料広報誌であり、エルリングハウザーブラッドは14日ごとに刊行されている。エルリングハウゼンはローカルラジオ局のラジオリッペの放送地域に含まれている。 テンスベルクの斜面というむき出しの立地にあるため、過去数世紀の間、水の供給は住民にとって常に問題となっていた。エルリングハウゼンで最初の泉はアレクサンダー教会の近くに設けられた。後にジーモンス広場周辺に多くの泉が建設された。それらは現在ではほぼ完全になくなっており、識別できるのは プファル通りの泉と民家の中庭にある泉の二つだけである。エルリングハウゼンの住民は泉が凍る冬や乾燥する夏のような日には水を得るために遠くまで行かなければならないのが普通であった。1800年以後、多くの住民が木製の水道管によって水源から水を調達するようになった。1814年から1824年までの間、 テンスベルクの地下で石炭の探索がなされ、その結果水源が枯れた。人口増加により十分な水の供給が急務となった。1850年頃、住民たちはカルダーベルクの水源からジーモンス広場まで木製水道管で水を導いた。この水道管はピーペンと呼ばれ、多くの木で作られた。エルリングハウゼンの通りにはこの水道管にちなんだピーパーベークや ピーペンブリンクという名が付けられている。しかし、この水道管だけでは、エルリングハウゼンの水需要を満たすことはできず、さらに3つの防火水槽を満たし、リンネルの漂白を行うために、大量の水が必要であった。1911年の春から、夏のひどい干ばつの際には、1家族あたり、バケツ2杯の水が配給された。これにより、 超議会はようやく上水道の建設を決議し、建設に取り掛かった。9万5000ライヒスマルクを費やして建設された新たな上水道は1912年から稼働を始めた。この施設ではザウガスモーターを用いて、食系側から125立方メートルの容量を持つテンスベルクの高化水槽へ水を汲み上げていた。1930年代の初めまでに、 この高架水槽は2倍の大きさに拡張された。エルリングハウゼン都市施設は、現在、近代的な浄水道システムを有しており、年間100万立方メートルの水を供給している。ショップケ、ゼンネ、ビスティングハウザーゼンネ、ヘルプープの4カ所の浄水施設と約4500本の屋内配管を含む、全長128.9キロメートル以上の水道管が設けられている。 エルリングハウゼン都市施設は4250立方メートルの水を高化水槽に貯水することができる。エルリングハウゼン市都市施設は電気、ガス、熱、水の総合供給者である。都市施設が供給する電力の29%が原子力24%が化石燃料22%が環境に配慮したコジェネレーション25%が 再生可能エネルギーである。1994年からエルリングハウゼン都市施設は排水の最上化を行っている。1998年には公共近郊旅客交通の運営部門が設立された。2006年に私立プールが移譲された。エルリングハウゼン都市施設はエルリングハウゼンでバルトフライバートを運営している。当期にはヘルプープの 屋内ププーールがオープンするエルリングハウゼンには中毒患者のリハビリ専門病院であるヘルベーククリニック。この病院は病床数120で主にアルコール依存症及び薬物依存症患者の治療に当たっている。この病院はビーレフェルトの福音主義ヨハネス・ベルケス連盟に属している。1993年以降エルリングハウゼンには 整形外科及び上脈学の専門病院、ベノーメトクリニークがある。ニクラスルーマンギムナジウム本市は、2校の基礎家庭学校、1校の複合型本家庭、実家学校と1校のギムナジウムを運営している。すなわち、リッパーライエイコールジュートシタット基礎家庭学校、ヘルプープ基礎家庭学校、ハインツジールマン本家庭、実家学校、ニクラスルーマンギムナジウムである。 ディッパーライエとジュートシュタットの基礎家庭学校は2008年までは個別に存在していたが、それ以後は2つのキャンパスを持つ基礎家庭学校連合として運営されている。エルリングハウゼン養護学校は2011年からラーゲのアルベルトシュバイツァー修霊の分校となった最寄りの総合学校はレオポルツヘ衛のフェリックス・フェイヒエン・バッハ総合学校である。公民館に教室を持つ リッペイコールベスト市民大学と京都市民大学ヘドビフィスハウス EV は市民教育のコースを開設している。ムジクス協会 EV は障害者に音楽を奨励するための研究所を有している。幼児教育では8つの幼稚園があり、このうち2園はファミリーセンターに認定されている。経営母体はアウォー、DRK、福音主義協会、カトリック協会である。 エルリングハウゼン私立図書館は公民館内にある。エルリングハウゼンのギムナジウムは校長のフリードリヒ・マールマンが著作、ペスタロッチの後継者を出版したことで、ディーツァイト氏やフォーカス氏といった全国史の見出しとなり、あるいは西部ドイツ放送の報道された。この著作の中では、架空の都市ローデンブルクとエルリングハウゼンとを明らかに重ね合わせながら、 学校の日常が封じされている。小説の登場人物であると見なされた元教師から、保証と出版差し止めの訴えが起こされた。この裁判は、カールスルーへの連邦憲法裁判所の最終審議まで行われ、結局訴えは退けられた。リンネル産業やタバコ産業が衰退した後、エルリングハウゼンでは家具産業が発展した。また、 多くのエルリングハウゼンの労働者が隣接するビーレフェルトに仕事があり、通勤労働者として生計を立てている。第二次世界大戦後、エルリングハウゼンには安価な土地があったため、ビーレフェルトの大企業は工場の一部をエルリングハウゼンに移転した。例えばグントラハ、ハニングカール、少し遅れてエトカーなどである。エルリングハウゼンには約700社の企業があり。 その大部分が中小企業である。エルリングハウゼンの重要な企業としては以下のものがある。エルリングハウゼン木質バイオマス発電所、マリアン・ネベーバーマリアン・ネベーバーは1870年8月2日にエルリングハウゼンで生まれた。彼女はドイツのフェミニズム運動家であり、社会学者、法制史学者である。年に幼くして母親を亡くした後、 彼女は父親と共にレム号に転居し、女学校で学んだ。この学校は後に、彼女にちなんで、マリアンネ・ベーバーイコール・ギムナジウムと改名された。1893年に、社会学者であるマックス・ベーバーと結婚した。1894年からフェミニズム運動に参加し、1919年から1923年まで、ドイツ婦人協会連盟の代表を務めた。 1922年ハイデルベルク大学は彼女に法学の名誉博士号を授与した。これはドイツ初の女性法学名誉博士号であった。彼女は1954年3月12日にハイデルベルクで亡くなった。1878年にエルリングハウゼンで生まれたカール・ボベは近代的な郵便番号システムの創設者である。彼は学校卒業後、 親の家具工房で働いた。第一次世界大戦では兵士として招集された。その直後に平和主義的な言動のために交流されたが、戦争終結前に釈放された。その後、製造工程の最適化に関する著述を交換した。彼は1917年に迅速な郵便配達のための組織スキーマを開発した。カール・ボーベは1947年2月5日に、 ビーレフェルトで亡くなった。作曲家、オルガニスト、音楽教授のローランド・プレーガーは1928年にエルリングハウゼンで生まれた。1949年から1954年までデトモルトの音楽大学で学び、後にフランクフルト・アムマインで哲学を収めた。数年間フリーの作曲家、音楽評論家としてハンブルクで活動した後、1963年に リューベック音楽大学の教員となった。1974年にはこの大学の音楽教育研究所の指導者に任命され、1980年に教授に任命された。1981年から1988年までリューベック音楽大学の副学長を務めた。プレーガーは2004年12月21日にリューベックで請求した。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。